ゼレンスキー大統領、領土放棄最善ではないが、国民が望めば可能。ウクライナのゼレンスキー大統領が領土を放棄して戦争を収束させることについて、最善の選択ではないとしながらも、そのためには国民が望まなければいけないと述べた。ゼレンスキー大統領は31日現地時間、フランスメディアのインタビューで、ロシアとの和平交渉でウクライナ領土の保全回復が必ず含まれなければいけないとし、このように述べた。ゼレンスキー大統領は、これを武力だけで達成しなければならないという意味ではない。ロシアが戦争を望む限り我々は最前線にいるが、ロシアが望めばこの問題を外交的に解決することもできると説明した。領土を譲歩する可能性を考慮しているのかという質問には、最善の選択ではないと答えた。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ領土保全に関するすべての問題は、ウクライナ国民の意思なく、大統領や特定人、または世界の他の大統領が解決することができない問題とし、これは憲法に背くと話した。その一方で、そのためにはウクライナ国民がこれを望まなければいけないと強調した。さらに、ゼレンスキー大統領は第2回平和首脳会議にロシアが参加するべきだという主張も繰り返した。ゼレンスキー大統領は多くの国と同じく11月に開催される第2回平和首脳会議にはロシアの代表が必ず参加しなければいけない。そうでなければ実行の可能性の結果を得られないと考えるとし、全世界が彼ら、ロシアを交渉、テーブルに座らせることを望むなら我々は反対できないと話した。しかしロシアはゼレンスキー大統領のいわゆる平和公式に基づいたこの会議には出席しないと主張してきた。ロシアのプーチン大統領は6月15日、16日にスイスで開かれた第1回平和首脳会議の前日、ロシアが占領している現実を反映して、ウクライナが4つの合併地域から完全に撤収し、北大西洋条約機構 NATO 加盟の動きを撤回すれば、直ちに協議に入ると提案した。また、最近中国を訪問したウクライナのクレバ外相を通じて、ロシアと直接協議することが可能という意思も表した。クレバ外相は最近、中国で王毅外相と会談し、ロシアとの対話と交渉を望んで準備中という意を伝えたと中国側が明らかにした。ゼレンスキー大統領は11月の米大統領選挙の結果が戦線に及ぼす影響については予測が難しいと伝えた。ゼレンスキー大統領は、ハリス副大統領はバイデン大統領とは違う人物であり、トランプ前大統領が当選してもどんな対話が行われるか現在のところわからないと話した。続いて11月5日の選挙結果がどう出るかはわからないが、私はウクライナに対する支持が米議会で多数だと考えると述べた。中国は対ロ圧力強化を。ウクライナ和平めぐり、ゼレンスキー氏。ウクライナのゼレンスキー大統領は31日、ロシアとの戦争をめぐり、中国が和平の仲介役となることは求めておらず、ロシアに戦争を終わらせるよう圧力を強めることを望んでいると述べた。フランスメディアの取材に応じたゼレンスキー氏は、ウクライナはソ連から独立を宣言した1991年時の国境線の回復を求めているが、条件が整えば、ロシア軍が全面的に撤退する前に、ロシアと協議を開始することも検討する考えだとした。中国が望めば、ロシアに戦争をやめさせることができると指摘。米国や欧州連合が圧力をかけているように、影響力のある国ほどロシアへの圧力を強めるべきと強調した。ロシア軍は現在、ウクライナ領土の 20% 弱を占領しており、2月に東部ドネツク州アブデーフカを制圧して以来、徐々に支配地域を広げている。ゼレンスキー氏はロシア軍が支配地域を広げていることを認め、その理由として、
ウクライナ側の旅団の装備の遅れや、ロシアが自国軍の損失に気づかないふりをしていること、西側諸国がウクライナに供給した兵器に利用制限が設けられていることを挙げた。東部前線は全面的に困難な状況だ。ロシア軍は東部に全力を集中させているとした。ロシアのプーチン大統領は6月、和平案を交渉するには、ウクライナがロシアによる東部、南部4州の併合を認めることが条件だと述べている。ゼレンスキー氏は、領土放棄は選択肢にないと反発した。ロシア、ウクライナ戦場で北朝鮮装甲車を使用か。NLOS 目標物打撃用。ロシアがウクライナの戦場で北朝鮮製装甲車を使用している状況が補足された。非可視距離、NLOS 目標物を打撃する用途と推定される。30日現地時間のラジオフリーアジア RFA によると、ウクライナ軍事メディアはテレグラムに、ウクライナ北東部の都市、ハルキウ近隣の戦場にある装甲車を遠距離から撮影した写真を公開した。このメディアは装甲車が非可視距離にある目標物を攻撃するのに使用される武器体系と紹介した。他のメディアもこの写真を2018年の閲兵式、軍事パレードに登場した北朝鮮の NLOS 装甲車の写真と比較し、装甲車が北朝鮮のものと同一と評価した。NLOS Non-Line of Sight は、非可視距離領域の略字で、無線データリンク連結体系を利用して最大25キロ離れた目標物を攻撃できる。ミサイルには赤外線及び電子光学探索機が装着されていて、発射後に目標物に命中するまでミサイルに設置されたカメラが映像を随時送るため、ミサイル車種はこれを見て精密な打撃が可能だ。民間団体自主国防ネットワークのイ・イルフ事務局長は、この日 RFA との電話で、ウクライナメディアはこの装甲車をプルセ、火の鳥4と呼んだが、これは歩兵携帯用の対戦車ミサイルであり、正しくないと説明した。ただ、写真に出てくる装甲車は車輪6つの6軸駆動型であり、外見が北朝鮮の M2010 装甲車と似ていて、車両自体は北朝鮮から調達したものだと評価した。M2010 は、韓米連合軍司令部がこの北朝鮮の装甲車につけたコード名だ。M2010 は北朝鮮の西海岸に集中配備された海岸砲を破壊するために配備した韓国のスパイク NLOS ミサイル体系と似ているため、北朝鮮版スパイクと呼ばれる。イ局長は、ロシアが強く要請して北から受けたはずとし、現在ロシアの火力は不足している。NLOS 武器体系を対戦車ミサイルとして使用するよりも、可視距離外を攻撃する局射火器のように使用するようだと話した。これに先立ち、米国防情報局は5月、ロシアが1月にウクライナに発射したミサイルが北朝鮮産弾道ミサイルだと公式確認した。国防情報局は当時、1月にウクライナのハルキウで発見されたミサイルの残骸と、昨年8月に北朝鮮の金正恩国務委員長が戦術ミサイル生産工場を訪問して公開した弾道ミサイルの写真を分析し、北朝鮮製という結論を出した。韓国のシン・ウォンシク国防部長官は29日、韓米日3カ国国防相会議のため東京を訪問した際、北は12000個のコンテナをロシアに送っている。これは砲弾にすると最大560万発分と述べた。新長官は6月のインタビューでは最大480万発と推定したが、最近まで北朝鮮がロシアに砲弾を引き続き支援しているということだ。米国務副長官、
中ロが北朝鮮への影響力めぐり競争。中国は不安感じる。米国政府高位関係者が、中国とロシアが北朝鮮に対する影響力をめぐり競争しており、中国がロシアの対北朝鮮密着を不安に感じているという分析を出した。これに対し、最近になり、朝中関係が急激に悪化している状況とも関連があるという観測も出ている。キャンベル米国務副長官は、先月30日に米上院外交委員会の公聴会に出席し、ロシア、中国、北朝鮮、イランなど権威主義国同士の関係が非常に複雑だとしながら、こうした見方を示した。キャンベル副長官は、国家安全保障会議 NSC インド太平洋調整官を歴任するなど、域内状況分析に最も精通した官僚と評価される。この日彼は中国との戦略的競争をテーマに開かれた公聴会で、これらの国は互いを不審に思う指導者によって互いを巧妙に操縦している。例えば現在、中ロは北朝鮮に対する影響力をめぐって競争しており、中国はロシアが北朝鮮に取ったいくつかの措置に対し不安に感じていると話した。これは先月ロシアのプーチン大統領が24年ぶりに北朝鮮を訪問し、軍事同盟に準じた水準の相互防衛条約を結んだことをめぐり、朝中ロ3カ国間の利害関係を説明したものと解釈される。中国は5月、大連にあった朝中首脳間の友好の象徴である足跡を撤去するなど、北朝鮮とのギクシャクした関係を露骨に表出してきた。この足跡は、2018年5月に習近平中国国家主席が北朝鮮の金正恩国務委員長と付近を散策しながら進行を積んだことを記念するためのオブジェだった。複数の対北朝鮮消息筋によると、北朝鮮もやはり中国の顔色を伺うなという金委員長の指示により中国と距離を置いている状況が取られたりもした。中ロが競争する地域は北朝鮮だけではない。キャンベル副長官は、両国が北極地域をめぐっても競争している。それでも分裂を意味するものではなく、米国に不満を抱えている多様な国の間に複雑な外交があるということを意味すると話した。